クマラボチャンネルの主マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ、メップスのアグリア TW になります。はい、ですね、最初にちょっとわからない部分があるんで、この部分はちょっと説明できないんで、そこはちょっとね、謝罪っていうか、あ、ごめんなさいって形で言わせてもらいますけど、このルアーの後ろにね、今ワームっていうか魚のソフトルアーがついてますよね。これがね、あるのが正常なのかないのが正常なのかがちょっとこのルアーに関しては分かんないんですよ。もちろんね、メップスのアグリア TW っていうシリーズはちゃんとあるってネットでも確認してるんですけど、それに確認する限りはないんですよ。でもね、ヨーロッパによくあるルアーってこういうルアーもあるんで、どうなのかなと。これ私中古で買ってるんでちょっと分かんないんで、そこの点に関してはちょっとこの動画では説明できないんで、そこに関しては最初の段階で謝罪しておきます。すいません。で、まずね、じゃあこのルアーを今から根本的なところから説明していこうかとは思います。まあ、メップスって言ったら、ブレットンっていうね、これもフランスだったかな、どこのメーカーだったかな、そこと、イギリスか、それとね、双璧をなすね、世界的に有名なスピナーのメーカーっていう解釈をしてください。で、このね、メップスっていうメーカーさんって非常に面白くてですね、これ調べたんですけど、これ生まれはフランスなんですよね。で、ブレードにもメイドインフレンチっていう風に書いてあるんですけども、現在はアメリカの本社の、シェルドンズ社っていうね、はい、わかりにくいですよね、シェルドンズ社っていう会社さんが本社になります。買収されてるんですね。じゃあなぜそういう風に至ったかってことを説明していきます。で、もともとこのメーカーさんっていうのは、フランス人のですね、アンドレ・メルナートさんって方が作られたメーカーさんです。で、この方はね、もともとプジョーの車のメーカーさんですね、プジョーの社員さんだったんですけども、こういうね、釣り具を作ることも非常に好きだったんですね。それで戦時中にもかかわらず、第二次世界大戦のことなんですけど、国産品っていうか軍事品なんですね、車とかああいう機械物って。当時戦時中とか今でもそうですけど、それを量産しなきゃいけないのにかまっけて釣り具を作ってたという、ある種変人な方なんです。で、その方がね、1935年くらいから、釣り具の方に手を染めてたんですけど、戦後すぐね、って言いますから1945年かな、46年かそのあたりなんで、だと思うんですけど、そのあたりにこのメップス社っていうのを立ち上げます。で、社名はこれね、今ね、動画の方喋ってる段階ではないんですけど、ちょっとね、編集して今から文字は出しますけど、スポーツフィッシングの精密機器っていうのをフランス語ですねにしたのの頭文字を取って、メップスっていう略称でメップス社っていうのを立ち上げるんです。で、このスピナーっていうのが非常に釣れるルアーとして名が馳せたんですけど、そこからちょっと時経ってね、1951年、今度はちょっとアメリカに話が移るんですけど、ここでですね、先ほど言ったシェルドリン社の代表のドット・ジェルドンっていう創立者の方がいらっしゃるんですけど、この方がね、釣りをしてて、このアグリアっていうスピナーに合うわけですよ。で、これすごく釣れる、これ友人から紹介したらしてもらったらしいんですけど、すごく釣れるってことで手に入れようとしたんですけど、当時のアメリカとフランスの距離感じゃなかなか手に入らないんですね。で、最初はですね、知り合いのフランス人女性を介して、で、当時これね、フランスにはなかったらしいんですけど、アメリカが唯一開発していたパンティストッキング、はい、パンティストッキングと交換でルアーを輸入してたらしいんですけど、
もうね、結局この方もアメリカでそのルアーを販売して商売してて、もうそれだけじゃちょっと手に負えなくなったんです。量的に個人で使う分だったら大丈夫だったんですけど、それで、結局メップ社の方に直接赴きまして契約を結びまして、アメリカでの販売権を得るんですね。ですけど結局その最終的にはね、1973年に、アメリカの会社の方がもうアメリカでほぼ売ってたような状態になってたらしくて、買収してね、今アメリカが本社で生まれはフランスって形になったんですね。ですんでね、このルアーっていうのはフランス人の技術とアイデアとアメリカ人の情熱によってこの会社っていうのは成り立ってるわけなんですよ。でどこが違うかっていうと、一番ねこのスピナーのいいなって思えるところは、シンプルかつ頑丈に作ってあるんです。で、スピナーのね最大の機能であるこのブレードの回転させるところを、本体につけてる部分のところをクレピスっていう言い方をするんですけど、ここですね、普通は本体に穴開けてワイヤーを通して固定するんですよね。そのところを鉄をね、鉄の輪っかを2つ折りにして、そこにこのブレードを通すっていう頑丈かつ壊れにくい、構造にしてあるんですよ。この辺やっぱフランス人のこの元々のデザイナーの、メルナードさん、天才と言われるゆえんの一つだとは思います。こうやってね、今言った通りフランス人の技術とアメリカ人の情熱で世界的なね、スピナーのメーカーになったわけです。このスピナーだけでルアーを作ってるっていうのも非常に珍しいですしね、また古くから使われてる理由っていうのも使ってみたら分かります。シンプルかつすごいルアーだと思いますしね、こういうものはね、100年後でも残っていてほしいなと私は個人的には思います。ではね、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。